メイの姉ちゃん、あ、違う、メイ様、おかえり。メイ様？どうかしたの？メイ様。いや、待って、パルド。様付けはやめて。なんだか変な感じがするから。え？あ、でも、メイの姉ちゃん、じゃなかった。メイ様の名前をそのまま呼ぶのも良くないんじゃない？もともとみんなのことを兄ちゃんや姉ちゃんで呼んでるし、メイの姉ちゃん、メイ様のようなビップは、やっぱり他の人たちと差をつけないといけないんじゃないかな。安心して、メイの姉ちゃん、メイ様。こういった特別な称号は、私のところではメイ様一人だけのものだから。あなただってその呼び方に慣れていないじゃない。パルド、いつものように呼んでちょうだい。いやいや、ダメだよ。私のような商売人は、呼び名をうっかり間違えたりしたら、大変なことになるんだから。それはもはや、一つの知識みたいなものだよ。他の呼び名はさておき、様や旦那ってつけただけで、何度もいいことがあったもん。特に、まだ黄昏の町にいた頃は、相手が誰であろうと、様や旦那で呼んでたんだ。そうすれば、万が一誰かに聞かれても、ただ任務の報告をしてただけだと思われる。安心して旦那、例の物、全部手に入れておいたよ、ってね。そして、その存在しない旦那を捕まえるため、やぶ蛇にならないように、相手は軽率に動けない。何かが違うと気づいた時には、私はもうとっくに逃げ切ってるってわけ。知らなかったわ。昔はそういう生活をしてたのね。黄昏の街。パルド、千号もそこにいたって話をしてたわよね。つまり、火を追う賀に入る前から、二人は知り合いだったの？そうでもないよ。千号の兄ちゃんのことは、火を追う賀に入ってから知ったんだ。当時はすごくびっくりしたんだよ。まあ、思い返してみれば、確かに色々つながるけど、そうだとしても、千号の兄ちゃんがあの療養所の運び屋だったなんて、誰も思いつかないよ。療養所？うん、黄昏の町の療養所、あそこで唯一の療養所でもあるんだ。ご飯すら食べられない人たちがたくさんいた。子供もいれば大人もいたよ。ただ、しばらくしてあそこは廃墟となったんだ。原因は、何だったのかな？火災？それともガス爆発だったっけ？多分、崩壊でしょうね。ああ。そっちの時代でもそういった理由で崩壊関連の事件をごまかしてきたんだ。それは全然変わってないんだね。黄昏の町の療養所、崩壊による災害、戦後。待って、まさか彼と桜はそこで。お、どうかしたの？メイのね、メイ様、急に黙り込んで思い詰めた顔をして。ああ、いいえ。ただ、新たな考えを思いついただけだから。それとパルド、本当にもう様付けで呼ばないで。好きじゃないし、変な感じがするの。とっても。あ、じゃあ、わかった、メイ様。あ、じゃなかった。メイの姉ちゃん。
色。たくさんあるけど、まだ足りない。この絵には、新しい色が必要。でも、どこにあるの？グレッシュ、またここに来たのね。どう？欲しい色は見つかったのかしら？まだ、ここには、たくさんの色があるけど、欲しい色がない。そんな、存在しない、まだ作られていない色。存在しない色？うん。例えば、これ。これなら、存在しない色を作れると思う。いろんな赤、いろんな黒。暖かくて、冷たくて。グレッシュ？あなた、彼女から、離れてくれないか、ライデン・メイ。コズマ？コズマ、私を迎えに来たの？ああ。でも、まだ帰りたくない。もう少しここにいたいよ。アトリエにある色は少ない。ここにある色は多いの。だから、もう少しここにいたい。ダメ？コズマ。ライデン・メイ、少し来てもらえないか。あんたと。二人で話したいことがある。それで、どういうことなの？忠告し忘れたかもしれないが、グレイシュと会うときは、武器を持ち歩かない方がいい。それはありえないわ。自分を窮地に追い込む人を相手に、私がそうする理由を、あなたも理解できると思うけど。俺の前なら構わないが、グレイシュはあんたのような人と頻繁に会うべきではないんだ。その理由は、今のあんたにはまだ早い。いや違う、それは言えない。これじゃケビンに似すぎている。グレイシュはそういうものの影響を受けやすい。刀にある邪気と殺意は、彼女を別の何かにするかもしれない。俺の知らない姿に。待て。この感じだと、桜に似すぎてしまうだろうか。まあいい。適当にきつくない言い方にしよう。とにかく、俺の言う通りにした方がいい。あんたに害はないはずだ。